フィリーズ10、1ドジャース、9日、フィラデルフィア、ドジャース、大谷翔平投手が、1番、DH でスタメン出場。7回の第4打席で代打を送られ、敵地でブーイングが起こった。4回までに9点を先行され、1球で迎えた7回虫1類。ここでロバーツ監督が代打、バーンズを打席に送った。 大谷はベンチ後列から戦況を見つめた。大谷の途中交代は5月16日、レッツ戦以来で今季5度目。大谷は初回の第1打席は3球三振。3回の第2打席は3試合連続安打となるサゼンダを放ち、2戦連続今季21個目の盗塁となる二投を決めた。 直前のビジオが右声ソロを放ち1球として迎えた5回の第3打席は至球を選んだ。大谷は2打数1安打、1盗塁で今季打率315、28本塁打、65打点。あと1と迫っているメジャー通算200本塁打達成は10日以降にお預けとなった。 一方で、試合前にエース右腕グラスノーの15日間の負傷者リスト IL、入りが発表されたこの日は、先発のミラーが大乱調。4回に満塁被弾するなど4回10安打9失点で試合を作れなかった。7回にも1点を追加され、なおも2し1塁で遊撃を守っていた K、ヘルナンデスが4番手で登板した。 ナリーグ中地区を独走するフィリーズとのポストシーズン前哨戦とも言われた対決で、ドジャースが2桁失点で大敗を喫した。